いたしまして SL タイズ3号鬼怒川温泉駅、まもなく発車をいたします。ドア付近のお客様、ドア閉めますので、ドアの設備の高いようお願いいたします。
様にご案内いたします。これより鬼怒川温泉駅までの間、列車内では私たち SL 観光アテンダントが乗務し、皆様に旅のご案内をさせていただきます。本日この列車を担当するアテンダントは、前から1号車福田、2号車平、3号車が私手塚でございます。どうぞよろしくお願いいたします。後ほどアテンダントが座席指定券の確認に伺ったともに、 SL 体重3号の記念乗車証と私たち手作りのアテンダント通信をお渡しいたします。なお2月17日と18日は国内外のお客様で旧正月をお祝いする鬼怒川温泉春節祭が鬼怒川温泉駅前広場で14時30分まで開催しております。それにちなみまして、私たちアテンダントもこの列車内では春節祭をイメージした手作りの飾りを制服につけておりますので、ぜひご覧いただければと思います。それでは SL 体重の旅をどうぞお楽しみください。続きまして、車内販売よりご案内申し上げます。車内販売では、トートバッグ、手ぬぐい、車内限定レザーキーホルダー、東武鉄道120周年記念のジョロキューやピンバッジなどの SL 体重グッズや、石炭穴で黒いアイスクリームを販売しております。皆様のご利用を心よりお待ちしております。また続きましてご案内いたします。 SL タイズではご乗車の記念に記念写真サービスを実施しております。お写真はご希望の方に販売しております。ぜひ笑顔で撮影のご協力をお願いいたします。
様にご案内いたします。ここで鬼怒川温泉の歴史についてご紹介をいたします。鬼怒川温泉は江戸時代の元禄5年に発見されたと言われています。当時は鬼怒川の右岸にのみ温泉があり、滝温泉という名前でした。また江戸時代においてこの温泉は日光の寺社領であったことから、日光モデガリの諸大名や僧侶たちのみが利用可能な温泉でした。明治時代になって一般に開放され、また鬼怒川左岸、現在の鬼怒川温泉側に藤原温泉が発見されました。その後上流に水力発電所ができ、鬼怒川の水位が下がるとともに川底から新しい源泉が次々と発見され、下月電気鉄道、現在の東武鬼怒川線の開通後には次第に温泉地として発展していきました。昭和2年に滝温泉と藤原温泉を合わせて鬼怒川温泉と呼ぶようになり、その名称は今日まで至っております。かつては箱根や熱海と並んで東京の奥座敷と呼ばれ、現在でも年間200万人以上の観光客でにぎわう大型温泉地となっております。
とバードスク駅に到着をいたします。お出口は右側です。お利用の際はホームと客車に段差がございますので、足元には十分ご注意ください。またドアは内側に開きますので、ドアの席が立たないようご注意ください。Thank you.
にご案内いたします。この列車はまもなく終点鬼怒川温泉駅に到着いたします。これからの旅のご案内は鬼怒川河内観光情報センターか鬼怒川温泉駅ツーリストセンターにて行っております。なお鬼怒川温泉駅前展示台広場におきまして13時50分ごろ SL 大樹が開店する姿をお楽しみいただけます。また日光にお越しいただけることを心待ちしております。本日は SL 大樹にご乗車いただきまして誠にありがとうございました。ご乗車ありがとうございました。 SL 大樹3号はまもなく終点鬼怒川温泉駅に到着をいたします。お忘れ物などございませんよう、お手まり品をご確認ください。鬼怒川温泉駅でのお乗り換えのご案内をいたします。鬼怒川温泉から先、新藤原行きは、大通り4番線から13時55分発です。終点新藤原で会津田島行きの列車に接続をいたします。鬼怒川温泉駅の到着は3番線。降り口は右側です。降りの際は、ホーム付け線ランナーございますので、足元には十分ご注意ください。また、ドアが内側に開きますので、ドアのステップに立たないようご注意ください。本日、SL大樹3号にご乗車いただきまして、誠にありがとうございました。またのご乗車は、これよりお待ちをしております。Thank you.
さっきと同じ電車じゃない？昔見つけた電車と同じ電車じゃない？出発してるんじゃない？だらおSL 観光アテンダントより皆様にご案内いたします。これより下今市駅までの間、列車内では私たち SL 観光アテンダントが乗務し、皆様に旅のご案内をさせていただきます。本日この列車を担当するアテンダントは、前から3号車、こちら2号車、タイヤ1号車が私たちの結果でございます。どうぞよろしくお願いいたします。東武ワールドスクエア駅発車後、アテンダントが座席指定券の確認に伺うとともに、 SL サイズ4号の記念乗車証と私たち手作りのアテンダント通信をお渡しいたします。なお、2月16日は中国などの旧正月をお祝いする春節祭だったことにちなみまして、私たちアテンダントもこの列車内では春節祭をイメージした手作りの飾りを制服につけておりますので、ぜひ ご覧いただければと思います。それでは SL タイプの歌をお楽しみください。どんどん速くなっていってるけど、どんどん速くなっていったよ。
って書いてあるけど、ここ2号車だね。
皆様ご存知のように、ご好きな道は、公海道の大沢日光館、住
1.52キロ、日光霊平市街道の小倉岩市間 13.17キロ、会津西街道、はい、お待たせいたしました。今回会津間午前7時看板が光りますので、私の方に倒してもらいます。両側に両側に OK です。はい、今参ります。はい、はい、当然上は75年ありがとうございます。後ほどお写真ご覧いただきます。日光深夜道は切ない家を続けたが、家道の考えにはなって下向きに疲れたマスターでのマスターが家康の木を五島中空への参道山海道に約20年前の歳月をかけて家を食事し東照宮に寄進したことに始まります。江戸時代には幕府の日光奉行の下で手厚く保護され、明治以降は幾度も伐採の危機に瀕するも、官民双方の有識者の努力によって大規模な伐採が免れてきました。周辺の開発によって機会を失ったのもありますが、植樹から400年近く経つ現在でも約1万本以上の木が生い茂り、寄進碑や石塚も現存するなど、江戸時代の街道の景観をよく伝えており、歴史的にも植物学的にも、武士団につながってる。日本で唯一の国の特別史跡および、石戸にディーゼル機関車がつながってる、石戸に。見える。ほら。どんどん速い。これ見て、速い一番。速いよ、幼稚館じゃこれ。一番速い。蒸気がすごい出てるわ。黒い。黒い。めっちゃ速いよ。Thank you.
森の中。
様にご案内いたします。この列車はあと5分ほどで終点下井町駅に到着をいたします。下井町駅構内には SL の歴史や仕組みについて学べる SL 展示館や電車台広場がございます。電車台広場ではこの後15時30分ごろ SL 大社が開店する姿をお楽しみいたします。お時間のある方ぜひお立ち寄りください。また日本にお越しいただけることを心待ちにしております。本日は SL 大社にご乗車いただきまして誠にありがとうございました。
ち観光。すごい。すごい。電車の一番マックス機関庫あった。電車の一番マックス機関庫もある。そうだよ。すごいね、機関庫。